国ですね。で、NISA、まあ、読み方だったりとか、あと、ロールオーバーを忘れたとかですね。あと、NISA 外国人できるのかとかですね。あと、何歳までとか。まあ、この辺のこと聞かれてますね。あと、NISA のそもそも略。まあ、日本版 ISA、NISA ですよね。で、まあ、そもそもイギリスのをパクったっていう、イギリスでうまくいったこの ISA をパクってるのが NISA なんですけれども、まあ、要は非課税ですよね。で、まあ、NISA については何度も動画ではいつも話してるんですけども、やっぱり売り買いをする場合、にですね、要は売るときにですね、税金というのは発生すると。利益を受けたときにですね。なので、僕が教えてるのは長期投資の場合は基本的に放置。まあ、ウォーレン・バフェット方式なんですけれども、ずっと長期間放置。まあ、最低20年、それ以上という形で放置するので、売るってことをしないので、手数料とか税金が基本的に関係ないというような発想ですね。なので、あまり NISA については必須でないのかなと思います。まあ、やりたい人がやればいいのかなと。ただ、手間とかそういうのを考え